耐震前後で8点までループすると気持ちいい。練習してるとミスカルステップポイント。今回はベストコンビランキングに謎な編成が入ってたので実践。異色のコンビではあるけど謎っていうほどでもないかも。普通にバトン後のイガグリが3回発動できて強いってだけ。言葉にしてみれば簡単なことなのです。じゃあ誰かこの編成を見つけてた人がいるかって感じで、発見した人と突き詰めた人の凄さは分かったことでしょう。マカロンは使いやすくていいですね。前までは海の妖精的な何かを感じてたけど、1回のスコア発動で割とスコア獲得してるみたいだし、海の妖精ってクッキーからは除外しましょう。っていうかこういう能力発動までにコニューゼリー集める系ってクッキーランクポって好き。昔はみんなこうだった気がする。まあんなことはないだろうけど、にしても最近雑談ばかりな気がする。解説仕様にも一度紹介済みな子が多いんだよな。まあ後で変わったことも多いし、もう一回しとこうか。じゃマカロンから。この子はバランスタイプって感じだよな。速度アップがなくて回復があってスコアがそれなりに出る。普通のクッキー、特徴的なのはコニューゼリーとルポ磁力が少し発動する点。このステージだと海のユーゼリー回収できそうだね。それはさておき、似た性能のクッキーはたくさんいるからハマるときは使われるかもね。最近の編成はバトンとの相性が重視されてる感ある。汎用性高い復活たちも種類豊富になったし、加点強いクッキーがバトン後に使われること増えてるし、マグペニと相性良すぎるサソリはバトン後のエースだし、フェニックスは回復じゃないから相性が固定化されやすそう。復活は単純に体力にして計算できるし、回復だとクールタイム計算あるからね。まあそんな計算したことないけど、言いたいことは伝わったでしょう。言いたいことも伝えられないこんな世の中じゃ。ほんでなバトンのイガグリやけども、純粋な加点でありつつ能力発動中は速度も上がるにゃ。連打するの忘れて速度低いまま走ってる人いたりするよね。友情欄でよう見かけますわ。ほんま義務教育受けてへんのやないか。なんで伊勢大阪弁になってるのよ。伊勢をミスと呼んでた中学時代の自分にささぐれクエーム。人口かって書いてなんて読むんだっけ。でセクハラしてる男子はしず、セクハラするようになったら人として終わりって、それ一番言われてるから。いやーマジカピバラのウェブイ。最近ブラウザの放置ゲームをやりまくって、怪しい海外サイトのやつもやりくっしたけど、ほんとすることなくなった。散歩に思うと雨降るし、まあ思うだけでいかなかったんだろうけど、雨のせいにしておこうじゃないか。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。雨ってどこから来るんだろう。お空に浮かぶ大きな雲よ。大きな雲って何なんだろう。神様の便所よ。ああ神様のおしっこ飲んじゃった。嘘よ、怒った私も雨飲んじゃってたんだぜ。でも雨に人のおしっこが含まれてるのは本当よ。あらあ、天は二物を与えず一物を与える。親方、空から一物が立派だべさな。大善宮寺の町にはチンコの像が備えられてる。今思いついた町だけど、チンコ祭りはあるらしい。伝統って言えばセクハラしてもええんか。ええんやで。仏像裏の原新之助、5歳児になればチンチンブラブラさせてええんか。チンブラの権利は大人にもあるよ。チンチン陳列罪で逮捕します。ちょっと待って、それセクハラじゃない。こうしてチンチン陳列罪で逮捕できなくなった日本は、チンチンを振り回す大人だらけになりました。これがクッキーワールドの神話か。な、テレシスに選ばれたのは君だよ、富岡君。ふぶきこあるる。いないでの初代の映画化もう一つしてほしいよね。今後は見てないからのセンセンシャル。見ろよ見ろよ。金がねえ、職もねえ、叶える夢があるわけじゃねえ、職歴もねえ、資格もねえ、空白期間がぐるぐる。ペイペイモールは指定した配達日から2週間ほど遅れる。さらに注文後に配達料金が増やされることもあるらしい。つまり注文後の注文内容をチェックしないといけない。でもいつまで経っても届かない。ほらこんなサイト嫌だ。アマゾン先買うだ。一昔前は欲しいものリストを拒否する風潮あったけど、スパチャ文化のおかげでそんな悩みもなんのその。欲しいものリスト買ってくれるような大人の皆様に視聴してもらえるように、今日も元気に夜更かししてます。寝ようとしたらキュピンってなっちゃったよ。ドラクエ10のキュピンの仕草みたいなね。じゃあ俺動画終わって帰るから。はい、誕生日は7ヶ月後。では諸君さらばだ。失礼。大佐、尺があまり散らかしているぞ。総員ガチャ準備せよ。よろしくお願いしまーす。